深夜です。松坂屋です。大人のカトリアミュージックです。皆様こんばんは。日曜日の深夜いかがお過ごしでしょうか。カトリアミュージックのお時間がやってまいりました。この番組は昭和平成の時代に愛されてきたカトリアミュージックが装い新たに令和の時代にお届けするデパートが発信する音楽情報番組です。お相手をさせていただくのは私ミスターデパートと私広報レディ、そして番組プロデューサーの原田ミロルです。原田さん、広報レディ、そして私ミスターデパートという謎のメンバーでお届けするこの番組、リスナーの皆さんも謎は謎のままお楽しみいただきたいと思います。ミスターレディ、はい、なんと今日は150回目ですよ。あら早い。ついこの間100回ねえやったのに、ね、だったような気がしたんですけど、次は200回目目指して頑張っていきますか。頑張っていきましょうか、はい、さて本日はゲストとして華道石田流四代家元石田美香さんをお招きしております。どんなお話が飛び出すんでしょうか。お楽しみに。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りします。ルイシュタインのエレベーターガールです。毎度ご聴取いただきましてありがとうございます。カトレアミュージック。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート、広報レディ原田実、作 H ノブ、第150回ギフトショップにて。私の名前はミスターデパート、カトレアデパートの偉い人である。どれくらい偉いのかというと、とにかく偉いのである。さてカトレアデパートの店舗は栄の中心にあるが、実は郊外に複数のギフトショップがあることをご存知だろうか。その名の通り、ギフトとなる品を多く取り揃えており、お中元、お歳暮やお祝い、法事や香典返しなどの用途で、わざわざ栄まで足を運ばなくても気軽にご利用いただけるようになっている。商品のお取り寄せも受けたまわっており、名古屋まで足を運ぶことが難しいというお客様からご利用をいただいている。しかし、そんなギフトショップも名古屋から離れているということもあり、なかなか目が行き届きにくいという面もある。そこで、カトレアデパートからギフトショップへ装飾担当者が派遣されることとなった。今日はそんなお話をお届けする。え、何ここ、ちょっと待って、住所はここで合ってるよね。じゃあここがカトレアデパートのギフトショップ？嘘でしょ。名古屋から派遣された装飾担当の総君は自分の目を疑った。建物が老朽化しているのは仕方がないにしても、看板が錆び、その看板も生え放題の樹木に遮られ、ポスターは色あせ、確かに地域密着の親しみやすいギフトショップを目指しているとはいえ、これではまるでお化け屋敷じゃん。おお、あなたが総さんですか。はじめまして、ギフトショップのスタッフのギフでございます。あ、はじめまして、名古屋から来たそうです。装飾を担当していただけるとのことでありがとうございます。ええ、なんというか趣のあるお店ですね。
ああそうですか、ありがとうございます。ただこう趣はあるけど傾きもあるというか、ぬくもりがありそうなんですけど、たたりもありそうというか。何せ古い店でございましてね、なんとかせねばとは思うんですが。ま、そのために私が来ましたので、まずはできるところから始めましょう。まずはこの色あせたポスターを貼り替えましょう。あ、このポップは、こちらのスタッフの方のお手製ですか？味わいがあるんですが、うん、こちらも貼り替えましょう。こうしてできるところから総君の着手が始まった。ギフさん、サビ落とし買ってきたんで、これで看板磨いてください。あ、ポスター届きましたか。それじゃあこれと貼り替えましょう。大丈夫ですか、その古いポスター。剥がしたら何らかの悪いものの封印が解けるとかじゃないですよね。あ、もしもし、総君かい？あ、ミスターデパート、お疲れ様です。お疲れ様。どうだい、そっちの状況は？そうですね。なんというか、スリルを感じるお店ですね。スリル？ただまあ、大丈夫です。私が来たからには完璧に生まれ変わらせます。そうかい。親しみのあるお店を目指すとはいえ、扱っているものは高品質な商品ですからね。それに、ふさわしい場所にしますよ。そうか。ただごめんね、やる気を出しているのにこんなことを言いたくないんだけど。何でしょう。さっき君も言ってたけど、ギフトショップは地域のお客様に親しみを持ってもらえることが大事なんだ。君のセンスを信頼してないわけじゃないんだけど、いきなり何もかも変えてしまうと、そのお客様も戸惑ってしまわれるんじゃないかな。そうかもしれませんが、かといってこのまま放っとくわけにもいかないですし。そうだね、その通りだ。難しいことを言ってる自覚はあるよ。まあでもその上で君のベストを尽くしてほしい。君ならできるはずだ。頼んだよ。ベストを尽くす、そう言われてもな。カトレアデパートのブランドイメージってのもあるし。うん？いらっしゃいませ、近田様。いや、ちょっと近くまで来たもんでね、寄ってみたんだよ。なんか店の中が明るくなったみたいだね。お気づいていただいてありがとうございます。そうなんですよ、少しねお店の中を変えていました。どうですか？いいと思うよ。ああ、それでね、今日来たのはね、そろそろお孫さんの誕生日でしたよね。そうなんだよ、ありがとう、覚えててくれたんだね。いいえいいえ、とんでもございません。そうくんはその後もギフさんの接客をいくつも見た。ギフさんはいらっしゃるお客様のいろいろなことを覚えており、また何をそのお客様の大事な人に送るべきなのかを、時には笑いながら、時には目を細めながら、お客様と真剣に考え、最適な提案をし続けていた。もちろんカトレアデパートの店舗のスタッフにそれができないということではない。しかしこのギフトショップならではの地域に寄り添い続けているという強みは、店舗には真似ができないと総君は感じた。あ、もしもし、ミスターデパートですか？お疲れ様です。あー、総君お疲れ様。ミスターデパート、先ほどのお話ですが。ん？あの後考えましたが、やはり私ができるベストは、このギフトショップをカトレアデパートのギフトショップとしてふさわしい場所に変えることだと思いました。ミスターデパートはおっしゃいました。それではお客様が戸惑うのではないかと。でも私は確信しています、きっと大丈夫だと。それはどうしてかな。このギフトショップには人がいます。ずっとこの地域のことを見てきた、この地域のお客様を見てきたスタッフがいます。ギフトを買いにこのギフトショップにわざわざいらしてくださるお客様は、ここがカトレアデパートのギフトショップだからということもあるでしょうが、このショップのスタッフに会いに来たいということもあるんだと思うんです。なるほど。なので私のできるベストは、スタッフの皆さんを信じて、このお店をカトレアデパートのギフトショップにふさわしいお店として装飾することだと考えました。そんなことでこのお店の良さは損なわれませんもの。そうか、それじゃ君が信じたことを私も信じよう。ありがとうございます。
こうして総君とショップのスタッフの手によりお店は生まれ変わった。看板はまるで新品のようにピカピカになり、看板を遮っていた樹木もきれいに切り揃えられ、店内のポスターやポップも真新しいものに貼り替えられた。地域のお客様と共にあるギフトショップは、今日もいろんな街で温かく親しみのある営業を続けている。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート役と近田役、ミスターデパート、総役広報レディ、岐阜役原田実、作H ノブ。第150回ギフトショップにてでした。ショートラジオドラマとびきりエブリデイ、お聞きいただきました。とにかく笑顔のエレベーターガールです。次はカトレアデパートへいらっしゃいへ参ります。カトレアミュージック、カトレアデパートへいらっしゃい。本日はこの方をゲストとしてお迎えしています。華道石田流四代家元、石田美香さんです。石田さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。それではまず家元の簡単なプロフィールをご紹介いたします。はい、それではご紹介させていただきます。石田美香さんは幼い頃よりおばあ様である石田扇水さん、お父さんである周水さんにお花を学び、現在流派の本部講師として活動されています。後世に日本の伝統美を伝えるため大学で教鞭を取られるほか、文化庁伝統文化親子教室事業では小学生に子供いけわな教室を開講されています。またボランティア活動として東北大震災チャリティーコンサートを愛知県内の若手アーティストと共に開催されています。書、陶芸、音楽、ダンス、日舞など他のジャンルとのコラボレーションや、自ら花を生ける所作を見せる花出前やパフォーマンスにも意欲的に取り組まれていらっしゃいます。またご趣味は映画ということで、今は旅をテーマにした映画をよくご覧になっているとのことです。いや、なかなかね、難しい説明なんですが、僕さっきいろいろ話を聞いたら、なんか自由な、割と自由なお花を生けるというね、そういうふうに感じたんですが、それでよろしいんですかね。石田流についてちょっとお聞きしたいんですけど、もっと。わかりました。はい、石田流の生け花の特徴っていうのか、うん、一番最初にできた形っていうのは、うん、簡単に言うと、壺に生ける投げ入れ花っていうのから始まっています。で、ただ投げ入れ花。投げるわけじゃないですね。違います。壺に。投げ入れるわけですか、壺に。そうそう、だから自由な感じがしたわけです。はい、どうぞ、ごめんなさい。はい、壺に生けるのを、うん、まあ、どの、生け花の流派でも投げ入れ花というんですけれども、うん、その中で皆さんでお題を決めて生ける人が、うんうん、そのお題の中で選ばれた花や木をそこの中で自由に構成するっていうのが石田流の特徴ですね。やっぱり自由なんですね。まあ簡単に言うとそうですね。お題っていうのはどういうもの、例えば愛とか友情とかそういったものなんですか。もともとは中国の南宋画の影響を受けていて、違ったかな。そう、いいですよね、それ愛とかあるんですよね、きっとね。それはないんだ。いやいや、今日いいこと聞くなと僕思ったんですけどね。はい、現代においてはそういうのがあるかもしれないです ね。古典的な生け花だと、うん、例えば不老長春っていうお題。ああ、そういうこと。不老っていうのは老いを知らず、それは松を表すんですね。一年中緑の木。長春、長い春、長く咲き続けるバラの花を表して、必ず松とバラを使うとか、なんだかそういう風な、自由の中でもちゃんとそういう決まり事があるんですね。一応はお題の中に沿った花や木を選ぶということがあります。すごいな。ね、今日は150回じゃないですか。そうそうそう。ね、で、ゲストにどなたに来ていただこうかなって考えた時に、うん、ね、
アーティストみたいな方とか、その企業のね、うん、会長社長さんとかって結構出ていただいたり、うんはいはいはい、であの学者の人出てもらったり、ね、いろんな方出ていただいた中でですね、はいはい、出ていただいてない肩書きの方はいらっしゃらないかなと思って、はい、私の知り合いの中で選んだら家元っていうね、しかも 100年あの石田流は今年が創立100年という、ね、節目の年なんですけど、ね、なんせキャスティングですねミスター。それはでただね、うん、そのお花の生け花の家元って、うん、何するんだろうみたいなそれでこれ今日ちょっと教えてもらえたらいいなって思ったんですけど、ね、本当そうですよね。お花の先生を束ねてらっしゃるのが家元なんですか、うん、そういう言えばそういう風ですけれども、うん、あの分かりやすく言うと、うん、石田流が持っている皆さんに愛されたお花の生け花の形、うん、石田流独自のオリジナルの形を型というんですけれども、うん、その型を後世に伝えるという、なるほどね、その役割が家元ですね。なるほど、うん、家元ってそういうことなんだ。やっぱりね、伝統をこうずっと続けて、うん、いわゆる継承していくっていうことなんでしょうね。その通りですね。そしてこれすごいですよ、国際交流も盛んにされてたということ。今ねちょっとこういうあのコロナ禍なんでなかなかこう海外には出ていかれないんでしょうけども、結構いろんなところでもこうあの個展とかやられたんですよね。はい、父がそういうのをすごくあの力を入れておりまして、うん、私もあの、うん、フランスのコルマールというところ、うんうん、アルダスと日本の友好150周年記念という会に、ここでまた150回が出ましたね。出ましたね。出ましたね。はい、なるほど、なるほど。そこに呼ばれまして、うんうん、あの、現地の方々、ヨーロッパの方々に日本の、本物の日本の華道というのを教えてほしいということで、そこで参加してまいりました。これやっぱり海外で絶対生け花って人気あるんですよね。すごい人気でした。ですよね。はい、やっぱりこう、それはなんか日本人の持ってるこの美的センスというか、そういうもの、なんかすごく繊細なものがやっぱりあって、それが生け花という形で伝わってるわけですよね。見るヨーロッパの人からしてみると。まあ、一番の違いっていうのは、あの木を生けるっていうことから日本の生け花は始まってるんですね。ああ、ヨーロッパの文化というのは花を飾る。なるほどね。っていう文化から木を生けるね。はあ、はい、木を生けるね。ああ、だから彼らにしては木を生けるっていうことが不思議。なるほど。そしてアンバランスな形を作るっていうのが不思議だったと思います。これどういうふうな評価をするんでしょうね。例えばの家元が、あのいわゆる皆さんのことを評価もするわけでしょ、作品について。作品に対してこれどういう評価をされるんですか。今ちょっと大学生 の、うん、あのそういうレポートをたくさん見てる最中なんですけれども、まず一輪一輪をちゃんと見て生きてるかどうか、向きとか考えて生きてるか、あとは分かりやすく言うと自然の美しさ、日本の美しさをちょっと考えてみますと、木は高くて花は低いじゃないですか、うん、ちゃんと木を高く生けて花を低くしてるかとか、自然の様子を再現できてるかとか、あとはヨーロッパとか、まあ、アメリカとか海外の文化の花っていうのは花を重視して葉っぱはそこまで重視されてないんですね。で、葉の一枚一枚をちゃんと生かしていけてるか、それを見ますね。なるほど、勉強になるな。家元、もともとこれおじいさんが始められて100年ということですか。はい、うん、初代石田秋水、うん、はい、石田秋水っていう名前は今の私の父も石田秋水なんですけれども、うんうん、これは継承名としてあの父が授かっているお名前の一つですね。もともとは初代家元、うん、私のおじい様が、うん、あの創始者として、はい、作ってまいり始めました。なるほどね、はい。おじいさんはなんと広島県の呉で生まれたんですね。そう聞いております。私も広島県呉で生まれました。そうですか、はい、これは今日奇遇なことばっかりですよ。150年があったり150回があったり呉があったり、いろんな奇遇なことがね、レディいっぱいあるんですが、 そうですよね、そして名古屋に来られて始められたということなんですね。はい、そうです。いや、しかしそれから100年ということですもんね。始められたのが何年なんですかね。大正11年ですね。そして松坂屋さんとのつながりもいつからなんですかね。これが
これがですね、はい、昭和5年なんですよ。あの石田流の初代家元の個展を昭和5年に、松坂屋で開かせていただいたっていうことで、これはもう90年以上前のお話ですよ。ですよね、大正17年だからもうすぐ大正はね終わっちゃいますから。ものすごく長いお付き合いをしていただいてるんですね。すごいな。何回目ですか？今年まだあるんですよね。あ、そうですね。毎年、展覧会を開催していまして、今年は第62回目になります。今年はどんな展覧会になるんでしょうかね。それはまた来週お尋ねしていきたいと思います。そうしましょうか。じゃあ、石田流芸術展、10月の100周年記念の石田流芸術展については、次週ちょっとまた教えていただくということで、本当に興味深い話ばかりで、まだまだ伺いたいんですけども、残念なことにお時間が来てしまいましたので、ぜひ、来週もこの続きをお聞かせください。ありがとうございます。ぜひ。はい、本日のゲストは、華道石田流四代家元、石田美香さんでした。石田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様もカトレアデパートにいらっしゃい。ウィンシュタインのエレベーターガールです。次は55広報ガールへ参ります。カトレアミュージック55広報ガール。まだまだ残暑が厳しいですが、夏でもすっきりといただけるおすすめの日本酒出ましたねを紹介します。なるほど。今日話を聞いてきたのが、松坂屋名古屋店のお酒売り場で働いている野宮さんという方が、はい、いらっしゃるんですけれども、野原の野に宮、宮、お宮さんの宮ですよね。そうですね。すごいな。野宮さん、ちょっと珍しいお名前ですよね。はいはいはい、野宮さんではありませんよ。女性の方なんですけれども、彼女がお酒の道30年の大ベテランで、聞き酒師とか種類観能師などの資格も持っているエキスパートなんです。野宮さんね、はい、そんな野宮さんの一つ目のおすすめは、ロックで飲む日本酒です。木下酒造玉川純米吟醸アイスブレーカーという名前の、ちょっと、はい、ちょっとおしゃれな名前のお酒です。500ml で税込み1210円です。こちらロックで飲むので、次第に氷が溶けて適度にアルコール度数がだんだん下がっていくんですよ。最初ちょっときついけどだんだん下がっていくってことですね。そうなんですよ。私はきつい時に一気に飲みたいんですけど、そのため酔い覚めが良くて後に残りにくいお酒です。なるほど。でこちら甘くてコクがあるので、味付け濃いめの料理との相性が良くて、焼き鳥なんかぴったりですよ。なるほどね。そして2つ目の野宮さんのおすすめは、微発泡の日本酒です。山崎の夢山水5割5分奥夏霞生酒、ちょっと名前が長いんですけれども、こちら 720ml で税込み1595円です。炭酸ガスによるすっきりとした爽やかな味わいが魅力で、この微発泡が料理の脂っこさを、なるほど、はい、ちょっと緩和してくれるため、豚しゃぶですとか焼肉バーベキューにもおすすめですよ。今日なんか生き生きしてますね。なんか言いながら、よし一杯やろうって今気持ちになってますよね。はい、そんな気持ちになってきました。はいはい、こんな暑い夜にもぴったりのひんやりしたお酒で、ぜひ夏を楽しんでみてくださいね。夏いいですね。冷たいお酒っていうのはね、日本酒ね。そうですね。はい、もうビールだとお腹いっぱいになっちゃうんで、やっぱ日本酒がいいですよね。料理もたくさん食べれますしね。はい。はい、本日は松坂屋名古屋店のお酒売り場で働く飲み屋さんじゃなくて飲み屋さんですね。はい。のおすすめの日本酒についてお話をいただきました。レディ、ありがとうございました。ウィンシュタインのエレベーターガールです。皆様本日はお聞きいただきまして誠にありがとうございます。またのご聴取をお待ちいたしております。カトレアミュージック。さてそろそろお別れの時間になってきました。今日もたくさんの方からメッセージをいただいております。ワイルドタイガーさん、CBC 夏祭り広報レディはうちわを配布しているとラジオで言ってましたが、どこにいたのでしょうか。2日とも行きましたが残念ながらお会いできなかったです。ちょうど今回の場所は松坂屋の前でしたねっていうメッセージが来てたんですが、あなたやってないでしょ。そうなんですよ。 CBC ラジオのスタッフの方が配布していただきました寂しかったらしいですよ。お迎えの松坂屋来ていただければどこかに私はいます。なるほど。このようにたくさんの方からメッセージをお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 460-8405 CBC ラジオ大人のカトレアミュージック宛てまで、メールは CBC ラジオのホームページからお送りいただけます。時間の許す限りご紹介します。またツイッターでもメッセージをお待ちしています。ハッシュタグカトレアミュージックをつけてつぶやいてください。
それにしてもデパートって本当に面白いですね。今からでも行きたくなってしまいました。今いらっしゃっても閉まっています。開店は明日の10時ですので、よろしくどうぞ。はい、それでは次の日曜深夜0時半にお会いしましょう。お相手はミスターデパートと広報レディーと原田実でした。では行きますよ、せーの。生活と文化を結ぶ松坂屋、おやすみなさい。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りしました。